はい。皆さん、こんにちは。今日はチャット g p t これが新しくなったので、そのお話をしたいと思います。この機能は多分ですね、プラスユーザー以上の方にしかないのかもわかりませんが、その辺のところはまたわかった時点で皆さんにお伝えしていきたいと思います。何が新しくなったかというと、メモリー機能というのです。 メモリー機能の実装というのは随分前に発表だけはされていたんですがなかなか自分のところに実装されない方もいてたと思うんですが僕の方には最近になって実装されましたどこでチェックをすればいいかというと一番左下の方に自分の名前のところがありますよねアカウントの部分ですそこを選択するとセッティングというメニューがあります それを選びましょう。そうしましたら、今までなかった項目として、パーソナライデーションというのがあります。これを選ぶと、メモリーという機能がこのようにオンオフできるようになっているわけです。このメモリーという機能に入るものと入らないものというのは AI が判断します。すべての会話を覚えているというわけではありません。 では、実験をしていきましょう。例えば、僕の好きなタバコはキャメルですとか、自分の好きなこと、そういうものを入力したとします。そして送ります。そうしまして、覚えてね、とかいうふうにすると、はい、今出てきましたね。メモリーアップデートというふうになりました。今度は、 僕の得意なのは DTM です。このように打ちます。今度は覚えてねと言わなくてもメモリーがアップデートされましたというこんなメッセージが出てきます。その時点でちょっとメモリーを見てみましょう。このマネージというのを押しますとこうやって記憶されています。英語で覚えてくれています。これは日本語に 翻訳、こうすると日本語でもわかるということです。好きなタバコの銘柄はキャメルです。DTM が得意。こういう風に覚えてくれています。ここで左下にメモリーをクリアするというのもありますし、1個ずつ消したりすることもできるわけです。はい。このようにメモリーを編集することもできるんですが、いちいちあの画面に行くのって面倒じゃないですか。 ですから、ここでその編集を命令することもできます。はい。僕の好きなタバコはキャビンでした。というふうに間違いを正します。すると、メモリが更新されました。というふうになりましたね。えー、実はタバコをやめたので、タバコは忘れてください。こんなふうに言います。はい。ここでメモリが更新されました。というふうになりましたね。 ちょっともう一度覗いてみましょう。はい。一行だけしか残っていませんよね。こんな感じで、プロンプトからも編集をしたり、更新をしたり、ということができるようになっています。案外便利ですね。もしもう記憶したくなかったら、このボタンをオフにしておけばいいし、プロンプトの方でできるわけです。パーソナライデーションということで、 こういうことを覚えてくれているとチャット GPT は例えば僕は DTP のインストラクターそういうことを覚えてくれたりしているのでですね話が早いというかそのことについて学習をしてくれるというわけですもっと詳しいことを覚えるようにしていけばより便利に使えるかもわかりません例えば僕の使っている音楽編集ソフトは スタジオワンと言うんですけれども、その中でもオーディオのことが得意だとか、もう少し突っ込んだことも覚えてもらっておくとですね、その逆説でミディのことが下手なんだ。そのことに対しては、より深く丁寧に回答を出してくれるとか、そういうようなことがどん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 学習されていくんではないかと思われます。また、この機能は 搭載されたばかりですので、これからどのように便利になっていくかは、もう少し継続しないとわからない部分もあると思いますが、皆さんもまず実装されているか、そしてどんなことを記憶してもらったらより快適になるか、そんなことを考えながら使ってみていただいたらどうでしょうか。今日はチャット GPT に搭載された新しいメモリー機能 というのをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。またねー。